ベーゼンドンク歌曲集は、リヒャルト・ワーグナーが、学劇、トリスタンとイゾルデと並行して作曲した連作歌曲である。当時のパトロンの夫人、マティルデ・ベーゼンドンクの詩に曲付けされている。ワーグナーとマティルデは常時を重ねており、それが、結果的に、トリスタンの濃密なロマンティシズムに寄与した、と伝えられている。マティルデの詩は、ビルヘルム・ミュラーに影響された、 思い焦がれたような熟的な文体にのっとっている。次の5曲から構成されている。天使ではエンゲルとまれ指定やスティル、音質にて、イントライブハウス悩みシュメルツェン夢トラウム最後に、完成された2曲は、後に、トリスタンに使われることになった楽奏がいくつか、登場する。夢は、トリスタン大二幕の二重章に、音質にて、は、 トリスタン第3幕の前奏曲に含まれている。この2曲には、トリスタンとイゾルデのための終作という副題が付いている。ワーグナーは当初は、女性とピアノのために本作品を作曲したが、夢の還元楽伴奏版を作成し、マティルデの誕生日である1857年12月23日に、室内オーケストラによって窓越しに聞こえるように演奏された。 曲集全体の公開書演は、1862年7月30日に、マインツ近郊にて、女性のための5つの歌曲と題されて行われた。夢を除く4曲は、後に指揮者、フェリックス・モットルにより、還元落下された。1976年に、ハンス・ベルナー・ヘンツェも、全曲を室内オーケストラ伴奏用に新しく、編曲したが、全曲を通じ、 オリジナルより炭酸度低く異常されている。ありがとうございます。